カジサックの屋根裏部屋。どうも、カジサックです。どうもです、ヤサクです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう話したいことはね、はい、いろいろあるんですよ、やっぱり。ねえ、本当にあるもんですね。やっぱあるよね、やっぱり話すことがたくさんあるっていうのは、はい、幸せなことだよ。幸せですよ。いろんなことがね、日々起こってるってことですからね。そう、やっぱり家にいる時って話すことやっぱりなくなってくるでしょ。確かに、ずっと家にいたらね。そうそう、だから俺はもう懐かしい羽根の扉が終わってから、はい、約3年間、はいはい、一エピソードもできへんかったな。あ、それリアルですか。うん、リアルじゃない。リアルじゃないんかい。なんでそんな嘘ついたんすか。オープニングから一エピソードぐらいあるけど、まあ、極端な話で言ったけど、うん、でもほんまにそういうことで、なるほど。やっぱり、まあ、仕事もしてたけど、うん、外にも出なかったし全然っていうところでいくと、やっぱりエピソードができるっていうのはありがたい話だなっていうことなんですけど、いや最近ね、はい、まあ、ツイッターの方でも発表というかしたんですよ。ややこしくてごめんなさい。解釈ではないんですが、はい、この間ナインティナインさんと、すごい、あのね、ね、キングコングさんと、霜降り明星さん、はい、この3組で特番が、ちょっとあのツイッターの写真見させていただきましたけど、ワクワクしましたね。あれワクワクするよな、ショットというかね。違いますね。まあまあ、もうこんな僕が言うのもあれですけども、なんで関東ローカルなんだろうっていうのはあったけどね。そこはちょっと全国の皆さんに、うん、ね、まあ僕ちょっと情報知らないんで、はい、TVer だったりとか Hulu だったりとか、うん、そういうので流れるかどうか僕ちょっと分かってないんですけど、うん、はい、こう全国の人に見ていただきたいなって思ったね。ね、うん、これがまあ12月の27やったっけな、日本、うん、はい、オンエアされる夕方ぐらいやったかな、はい、あのもしよかったら皆さんよろしくお願いいたします。はい、でもう最近さ、はい、あの2人にはちょろっと言ったけど、はい、ここに来て、はい、鬼滅の刃にはまるっていう、本当にねびっくりしましたわ、はい、いや本当重たい腰が動いたんですよ、うん、ね、僕って、はい、安武と真逆人間で、はいはいはい、あのなんていうんやろうな、ちょっと天の弱みたいなところが僕ありまして、うん、流行ってるものを、なるほど、見ないみたいなところがあったんですよ。そうですよね、半沢直樹とかも見てないですもんね。だって僕、直樹さんも直樹さん半沢直樹好きな人、直樹さんって言わないなんかホストクラブの先輩みたいなそうですね、直樹さん、うん、直樹さん俺マジで一回も見てないから。いや、だからそういうことですよね、要はそういうタイプの人間ってことですよね。そうそうそう、だからもうテレビ好きとか言ってるくせに僕テレビ離れしちゃってるのね。ちょっと矛盾してるんだけど、はいはいはい、そういうのはあんまり見なかったの、はいはいはい、流行ってるものに対して。僕は逆にもう全部見たいです、ね、せやんな、はい、それもすごいけどね、絶対そっちの方がいいよ。まあまあ ね、確かに確かに、まあまあまあ、だから俺はちょっときっかけがあったんが、うん、子供たちがすごい鬼滅の刃大好きで、そうですよね、で安武が、はい、あの鬼滅の刃全巻持ってると、はい、で子供たちがあのカメラ回ってない時によう喋ってるやんか、はいはいはい、また安武がなんか、はい、あの子供たちにじゃあ貸してあげようかとか言って、はいはい、いいのみたいなのあって、全巻家にゃ、はい、持ってきてくれて、うん、チラチラ見てって俺こうあっこに鬼滅の刃あるなあ、家にあるなって、うん、そうそうそう、うん、まあまあまあ、いやって言うても単純に俺時間がない。まあそうですよね、読む全然時間がないから、はい、まあミスこうチラチラ見ながらあるなぐらいやってんけど、はい、で嫁サックも子供たちも呼んで、うん、でも嫁サックがもう夫婦時間に黙々と鬼滅の刃を呼んでんねん。なるほど。ほんで俺はフォートナイトを練習してて、あ、うん、同じ場所にはいるけど別々のことをやってる、やってる、うん、素敵な時間だね。でもね、ほんで彼女がさ、鬼滅の刃よ、一冊を、うん、あれ全23巻かな、うんうん、なんかあんねんけど、一冊読むたびに、読み終えるたびに、はい、あー面白い、あー面白いって言って、めちゃくちゃハマっとるやん、もう読むわけよ、はいはい、毎巻終わるたびに、なるほど、あー面白いで俺もある意味あれは俺が思うに、はい、あなたも読みなさいよアピールがあるんちゃった、うん、だから思いを共有したいんでしょうね、うんうん、っていうのはちょっとひしひしと、はい、ちょ感じながら、うん、どうしようかなと思っててんけど、うん、でも一個ちょっと僕の思い腰上げた一番でかい理由が、うん、まあ、やっぱりこうやって動画をね撮ってて、はい、で、まあ、僕の動画をね見てくださってる方は分かると思いますけども、はい、鬼滅ネタって全くやってないじゃないですか。出てないですね。強いて言うならせんちゃんが禰豆子の格好と、はいはいはい、当時が炭治郎、ハロウィンパーティー、うんうん、だから今やからはっきり言うけども、はい、あの時に鬼滅のトークしてたんやかなんか、はいはいはい、あのところ1ミリも分かってないなんとなくはね知ってるけど、なんとなくは知ってるけど、はい、って考えた時に
俺やっぱり、まあ確かにね、ボケするにもやっぱり鬼滅ネタっていうのはやっぱり喜ばれたりとか需要があるんじゃないかなっていう思いで、これはもう読もうと思って、なるほど、で一巻を手に取って、はい、読んだの、うん、面白い、面白いのか、やっぱ面白いんすよ、やっぱおもろいな、面白いんす、うん、やっぱ 1,2,3,4 読むたびに面白くなっていくから、はい、だからほんで俺冷静に考えたら、うん、その家で漫画を読むっていうのが2年半ぶりなのよ、それは夫婦時間に読むようになったんですか。いや、これが、はい、あの夫婦時間は俺もフォートナイトの練習するって決めてるから、はいはいはい、別のところで、そうなんだ、いつもより1時間早起きて鬼滅タイムっていうのを取って、いやもうすごいね。あとあれっすよね、うん、この間熊本に、うん、あの一緒にね、うん、ジャナイトの撮影行った時に、うん、移動の時に漫画を読むのがもともと、うん、あの梶作のルーティーンだった、もともと梶作になる前ね、ちょっとしか時間がないから、ね、はいはい、蒼天航路、そうですね、蒼天航路みたいなもう必ず蒼天航路、誰が覚えてんねん、もう本当にね、あのニューヨークのね寝起きドッキリのね動画見てほしい、ロスね、あーごめんなさい安武はね、アメリカには厳しいよあれロサンゼルスか真逆なんで、はい、あの時も蒼天航路ごっそ持って、そうそうそう、俺そのルーティンがあった、はい、うん、それでこの間熊本にね行った時も、うん、あのなんか最近飛行機の席がカジサックのうちの僕なんですよ、おうおう、でなんか天然で、はい、うん、でそれが続いて行きも帰りもそうだったんですよ、で僕飛行機寝るの外見ながら 寝落ちするの大好きで、うんうん、寝て起きて、うん、パッて見たら、うん、窓ガラスに反射するカジサックがずっと読んでるんですよ、うそうそう、なんだ、行きも帰りもずっと読んでるんですよ、おむちゃくちゃハマってるやん鬼滅を読んでたんだ、はい、で俺また人よりも遅いのよ、あ、読むスピードが、読むスピードが、はいはいはい、読めサックが早いね、あ、そうなんすね、読心術みたいな持ってんじゃうからっていうぐらい、読心術は絶対違いますけどね、速読とかそっちっすよね、それそれ読心術は唇の動きで、ね、何喋ってるか読むやつなんで全然違いますけどね、はい、うん、術っぽくてね、鬼滅に持ってかれてるのかな、そうですね、恥ずかしいな速読術、うん、はい、速読、うん、ブライミコ、あの読めサックは早いんだ、ペラ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 いくんですね、じゃあ俺めっちゃ遅いね、うん、俺一冊単行本一冊読むのに、うん、40分か50分ぐらい、うん、あ、ゆっくりでしょ、え、はい、それはどういうことですか、その単純に、うん、読むスピードが文字バカにしろよ人って半笑いで話されるのグッとあるとき、今のはダメですよね、なバカにしてたろ、はい、じゃあなんか想像したらめちゃくちゃ面白くて、何がやねん、いや、カジサックが一ページ一ページめちゃくちゃゆっくりめくってるところを俺頭で想像しちゃって、むちゃくちゃ背中丸めてゆっくりゆっくりページをめくってるところを想像したらめちゃくちゃおもろいないや俺正直でもほんまにゆっくりで、はい、あの戻ったりすんねん、あ、なるほどね、そうそう、はいはい、あのこれ性格やと思うねんけど、うん、もう忘れたくないのよ、あるやん、ある、なんか漫画読んでても、はいはいはい、あれこれ何やったっけとか、あの人の名前とかがねすぐ分かんなくなっちゃったり、 そうそれが嫌やから俺結構戻んねん、あ、もうしっかり頭に入れて次に進むんだ、そう、そのタイプだから多分ゆっくりになると思う、はいはいはい、多分でも旗から俯瞰で見たら、うんうん、多分チンパンジーにしか見えないと思うけどね、背中丸めて背中丸めて行って戻ってして、うん、唇もね突き出てるんでしょうね、首ひねりながら理解しとらんやないか結局そう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 、だからそれがね、はいはいはい、もう面白くて、だから2年半ぶりに、だから嫁作に言われたもん、お俺がこの間今日かな、うん、今日の朝俺呼んでて鬼滅の刃、はいはいはい、ほんたら俺の部屋自分の部屋で呼んでて、はい、俺ドア開けっぱなしに、はいはい、嫁作がなんか洗濯しにかなんか、うん、あれで廊下通った時に俺のとこで二度見して立ち止まって、はいはい懐かしいその光景がね、え、2年半ぶりじゃんとか言ってうまいなー言うて、なんか嬉しいわこの絵見れてって嫁作が言ってたぐらいやね、ほんまに、え、もう全巻読み終わったんすか、今でもね19ぐらいまで、あ、いやいや、どうなの、19はもうクライマックス、いや、もうクライマックスです、23ぐらいなんで、そうね、はい、いいテンポなのよ、あ、テンポがいいですね、言ってましたね、すごいテンポが良くて、うん、スイスイ読めちゃうね、あれ、うん、そうですね、うん、面白いで、映画偉いことやってるでしょ、いや、すっごいですよ、だってもう、あの、興行収入が千と千尋の神隠し声、そう、なるか、あ、超えたんでしたっけ、いやいやいや、なるか、なるか、なるか、でも、行くんじゃないの、あれ、そうですね、ね、
見に行った人数見た今のところ。あ、見てないっすわ。このニュース確か1週間前ぐらいかな見てんけど、はい、2000万人超えやで。いやもうすごい、2000万人超え。これでもエンタメ界で久々の明るいニュースだっつってね。ああまあいろいろあるからな。そうですそうです、うん、すごいですよね、うん、2000万人って。まだ結局だから一人で何回も行ってる人も。そうですね、そうでしょうね、うん、好きな人がね、うん、安崎行ったんですか。僕は行ってないですね。まだ行ってない、行ってないのか。いやまあなんかそのちょっとそういう時期もあったんで、コロナ禍とかもあったし、うんうん、ちょっと行けてないのもありますし、うん、でも映画館ってさ、はい、実はなんて言うんだろう、まあ、安全とは言われへんけど、はいはいはい、その喋らないから、そう、うんうん、僕もでもその話聞きました。なんか俺も聞いてる、はいはい、そういう施設の中ではもう一番なんなら換気もすごいするから。そうですね、そもそもあの密閉というかああいう空間なんで換気がすごいなってるんですよね、うんうん、あ、そもそもが、そもそもが、うん、はい、なんでいいみたいな。そう考えたらやっぱお笑いライブってしんどいな、いやー、ね、だってもうあれはもう飛沫ね避けられないですからね。そうよな、どうぞ飛沫をっていうことやもんな。そうですよ、だってもう出る側も見てる側も飛沫が飛ぶやつですからね。早く落ち着いてほしいけどな、こればっかりはね本当に。でも俺もちょっと映画見たくなっちゃったよ。あ、いいじゃないですか。えらいもんで、俺だからやっぱりあれやね、昔から何でもこう一個集中すると、一個全集中すると出た鬼滅の刃みたいな。結構もうみんな言ってるよそれ。あ、もうこ、はい、もうそこら辺はもう危険ですよ。そう、危険ですよ。今鬼滅の刃のボケを出してももういっぱい出たやつを言って、やばい、やばいよ。倍返しが流行ってから1年後ぐらいに倍返しだ。そう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 、やべえやん。そうですよ、いつ言うてんねんってなりますよ。知ってるよってなりますよ。うせえやん、はあ、サッコの肩とかもう言ったらあかんねん。そんなのはないだって。ねえ、ちょっとあと何々の呼吸とかもうな。だから逆にもう3年置いたら面白いかもしれないですけど、今が一番危ないかもしれないです。じゃあ読むんやめようか。ようやめれるな中級感で。確かにな、クライマックスや言うてん。いやなんかそれ俺でも言ってまいそう、ハマってるから。いやそうでしょうね、うん、うん、サックの呼吸か、サックの呼吸、サックの呼吸、ジャージの肩、うん、炎上防止。なんかそんなネタにしたら、ね、面白いね。なんとかの肩、まあ、数字とかですけどね、1の方、ね、あ、間違ってんの、はい、なんか、うん、俺あんまり詳しくないから、まあ、せめてサックだか三軸だかサックの方の方が良かったかな。ほら、ま、ほら、こういう現象が起こる、怒っちゃうからもう、うわー、そうやな、うん、だから215の方とかか。はい、そうですね、うん、はい、その登録者数とか。あー、なるほどなるほど、ね、うん、炎上防止、炎上防止とか。なかなかそんなんできたらいいかなって。そうですね、でもいいことですよね。そうですね、新しいものを取り入れる。漫画どうですか。はい、漫画今日じゃあまず漫画、漫画好きな漫画、はい、僕それこそ今もうガンハマっちゃったのが、へぇ、ははははは、興味なさそうだな。あんなことするからさっき半笑いで人に質問するから。よく分かってないやつだ、さすがやなお前、やり返してやって。そういうことですよ。お、出た、倍返し。あ、出た、倍返しだ。楽しいね。いないよ今言ってるやつ。楽しいよ。俺今のもだから見たことないから。そう、言い方わかんないですよね。わかんない。それちょっと面白そうですね。面白い。合ってた今の。いやもうちょっと強いですよやっぱ。はい。倍返しだ。そんなだなんてならないですよ。黒柳さんみたいな感じ。今完全にマッチだったな。はい、どこがマッチさんやね今の。なんかダーが嫌で嫌で、そんなん全然しないですもん、はい、堺雅人さん。今マッチさんの名前出してええの。いいだろ別に。いや名前出すのはいいですよ別に。名前出すのはいいじゃないですか。いいでしょ。じゃあ倍返しだ。あ、でも近い、でも近くなってきた、近くなってきた。でもそれぐらいのことですから。びっくりせえへん、これ俺嘘でも何でもなくマジで見たことない。いや、そのシーンも、うん、テレビつけてないんだもん。そういうことですよ、ね、見る余地もないのよ。はいはいはい、間違ってる、本物を聞かせます。だからやられたらやり返す倍返しだっていうのが一個のセリフなんですよ。あ、倍返しだだけじゃなくて。なるほどね、はい、やられたらやり返すそのからのみたいな本じゃないんすよ。そんなコールみたいな感じじゃないんですよ。あれだってザキヤマさんがやってるじゃん。いや違います、やってないんですザキヤマさん。それぐらいは知ってるよ、酒井さん、酒井雅人さん。え、やられたらごめんね、はい、ほんまにこれ多分視聴者の皆さん、はい、こいつマジで何言うてんねんと思ってると思うねんけど、はい、俺マジでやられたらやり返すの言い方も知らんから、はい、そこも特徴的なの。特徴的ですよ、はい、ヒントちょうだい。ヒントはだから、うん、ローで入るって感じですね、
やられたら、あーローや、うん、まあ、そうなんですけど、うん、あと基本、うん、怒ってますから、そう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 、ローで怒るの、はい、うん、だって倍返しだってこう叫ぶあれですからね、うん、分かった、うん、いきます、はい、やられたら何思うの、もう三輪明宏さん、はい、完全に三輪さんでした今の、はい、違う違う、怒ってるローやろ、違う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 、やられたら、いやめちゃくちゃより三輪さんに近づいた、違う違う、俺はマジで真剣にもののけ姫やんか、はい、もう完全に、やられまで教えて、じゃあやられまで、やられ全然怒ってないやん、じゃあこういう感じやろな、いやでもそんな感じですね、今だってめちゃくちゃ変な顔でいや顔のことはいい子なしですよラジオだし、じゃあもう一回ちょうだい、やられこうやんな、でもまあ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 、そうですね、やられってこと、そうそうそう、今近藤さんでした跳ねるの総合演出の近藤さん、違う方の近藤さん出てきました、じゃ近藤さんでやったらいいんか近藤さん、ちょっと、あ、近くなるかもしれない、はい、やられたらやり返す倍返す全然違うわ、全然違うわまあ、めちゃくちゃ怖かったけど、なんかでもローからのもうハイですから、そうそうそう、え、なんてな、やられたら、これは、うんうん、うん、まあまあまあ、え、なんてお前やってみてじゃん、やられやられたらまでやっても、やられたら、ああ、うん、それをやってみるわ、はい、やられたら、ああ、そうそうそう、じゃあそのままじゃん、もう、はい、やられたらやり返す、どう、いい感じ、いい感じ、やられたらやり返す、うん、倍返しだ、おいでもその倍返しだっていうそのなんかタンタンタンみたいなことじゃないんですよ、もう分かれへんわ、うん、倍だから、うん、本当怒ってるシリアスな演技なんですけど、やっぱ芸人さんのちょっと、ね、うん、ギャグのテンポで言ってますもん、そうそうそう、倍返しだってギャグのテンポで言ってますもん、なんかダダこねてるみたいな感じだもん、ちゃんとやります、はい、はい、集中、全集中、はい、全集中全集中いきます、はい、やられたらやり返す倍返しだ。なんなん？助走があったな。何それ、フォルテッシモ？ちょっとじゃあごっついやごっついや。なんごっついや。なんで倍はもう、いや、じゃあ一気なんですよ。さっきので合ってるんですけど、あの最後の倍返しだのテンポがギャグっぽかったんで、うん、そう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 、テンポ違い、本当にそうそうテンポ違いなんですよ。あ、声はそのままでの、はい、そう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 、そのままなん、そうそうそう、いきます、はい、やられたらやり返す倍返しだ大丈夫だ、ケンちゃんやケンちゃんなんですよそれは止まらない、ちょっと待ってケンちゃんになるんですか、ほんまに俺マジで俺マジでケンさんをやるつもり全くなかったから大丈夫だーのだー、大丈夫だーなんですよ志村のケン、いやだって声そのままでやったらそうなるで、ちゃちゃちゃ、だってだからできてたんですよ、だからその2個前が、そう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 、どういうこと、じゃ怒るんですよ、ローからハイで合ってたんですけど、うん、そのハイのバイアスだっていうテンポがちょっとあれだったんで、テンポをちょっと変えてほしいというか、テンポ本当に怒ってほしい、そうそう、そのまま感情ぶつける感じなんですよ、わかりました、はい、ちょ、ほんま真剣にやります、はい、やられたらやり返す倍返しだいや、そのもうカメハメハーやん、それじゃ必殺技じゃないですよ、ちょ、ほんま養成所の漫才養成所の漫才みたいなやつだNSC 在学中の、はい、大丈夫このラジオ、いや、やばい、真剣にやってるから、トリオでやってるけど一人いらないなって言3人を生かしきれてないなって言われる講師の人に怒られるやつ、養成所の漫才ですよ、ちょ、ほんまかれんね、はい、教えて、全然正解したいな、もう正解、ちょ、でも出してほしいけどな、ここまで来たらじゃあその必須だから、ダーだけ教えて、最後のケツ、ふんふんふん、ダーみたいな、もうダーですよ、もう、え、うんうん、もう普通、うん、普通なんですよ、だって、もう一回やって、だから倍返しだっていうのがあったじゃないですか、うん、とあと倍返しだーっていうカメハメハーあったじゃないですか、その真ん中ですわ、
むずの。どういうこと。その間ですよ、ちょうど。そな、それぐらい、ちょうど間ぐらいだ。教えてもらうかい。だ横向き、猪木さん。じゃあそれはだーですよ。そんな伸ばしてないでしょうか。もう一回ちょうだい。だそうやろ、はい、うん、だどう。だからその、なんかちょ、お前はって。だ、弾んでんだよな、感じ。やってだもうもうやばいよ。ちょ、もうやつだけなんとかしてくれよ。こいつ、あ、使い物なんねんって。何なの今。じゃ、だけちょうだいって言ってるの。面白くなっちゃった。変わったよ。そこ変えられたら、俺勝てねえよ、俺そこ変えられたら。ごめんなさい、正解を教えてって。洗いたい、洗いたい。だ、あの、洗いたい。何やってるんだろうと思って、払いたくなってきちゃった。何このやりとり。払いたい。オープニングでさ、最近エピソードがいっぱいあって嬉しいですねって言ったけどさ、みんながとっくに話し終えたさ、鬼滅と倍返しの話ずっとしてケラケラ笑ってんすよ。やべえぞこれ。やべえっすよ。払いたい、払いたい。クズ買いだよこれ。これはついに出ましたね。でも、はい、こういうのがないと俺、はいはい、言われへんから。ああ確かにね。そうですね、うん、うん。だからちょっと本当に今日俺マスターしたいから。はいはいはい。じゃあダーだけください。だこれですよ。やろ、はい。いきます。はい。だあー、いい、いい、いい、はい。だから やられたから。だ、はい、いくで、はい。やられたら、やり返す。倍返しだ。惜しいな。じゃじゃ、イントネーションが違うんですよ。倍返しだみたいになってたから。え、そんな感じだった。いや、そうですよ、はい、倍返しだなんすよ。だに力入ってる。倍返しだになってるんですよ、今。お前、それは言い過ぎだろ。ちゃちゃちゃ、言ってたよな、今。言って倍返しだって言ってましたから。だって言ってんだって。ちゃちゃちゃ、イントネーションが倍返しだなんすよ。もう言だじゃなかったよ。ちゃちゃ、倍返しだなんですよ。言ってたじゃん、今。答え言ってたじゃん、もう。あまりに出なすぎて。絶対やったらあかんやつや。終わっちゃったよ、もう。終わっちゃった。楽しめなくなっちゃったよ。いいのよ、終わったってこれ。そうっすね。何分こな話してたんだよ。マジで終わらせた方がいいわ。10分以上こな話してたんじゃないの。やばいよ。いやー、洗いたい。だから倍返しだ。あー、そうそうそう、はい、これね。はい。だからやられたら僕たちは。いい加減しろよ。ちゃうやつ出てきたやないか。漫才ですよこれも。僕たちはって違うやつ出てきた。今のはもうやめさせてもらうわ。あ、そうか、欲しかった。ごめんなさい、終わりましたね。一発突っ込んでもうええわって言って欲しかった。違うやつ出てきたやないか、もうええわ、それがよかったということで、はい、一旦広告です。さあ、というわけでね、はい、ちょっと本当にもう本当に不毛な時間をお腹痛い、ちょっとお届けしてしまったなっていうのは、はい、でも無事に僕、はい、あのやられたらやり返す、はい、倍返したら覚えさせてもらったり、はい、よかったです、ありがとうございました、よかった、はい、いや、ちょっと続きになるんですけど、はいはい、まあ、今日漫画の話なんてどうかなと思って、はいはい、うん、ちょっとこの間も先週ね、はい、撮影前撮影後とかの話をしようと思って、はい、ちょっとそうですね、思いのほかあの、はい、倍返しの話がちょっと揉めちゃったんで、ね、またまたいつでもいいじゃないですか。そうですね、せっかくこの流れで言ったらちょっと漫画の話とかも、ね、皆さん好きな人多いでしょ、漫画、うん、漫画好きっすわ、僕も大好きね、うん、これって1位とか決め出したら、はい、もうね無理なんですよ、うん、もう漫画好きは特に、はいはい、1位なんか決められない、決められない、だから、うん、まあ、好きな漫画トークとか、はい、はいはいはい、もしくはジャンル分けとか、うん、ああなるほどね、スポーツ漫画はこれ、スポーツ漫画はこれとか、うん、ああなるほど、戦闘もはこれ、なるほど、はいはいはい、まあどんなんでも言い方はいいんですけど、はいはいはい、ちょっとそんな話どうですか。なるほど、いいですね、歴代のみたいなことですね。もちろんもちろん、今見てるとかじゃなくて、それでもいい、どっちでもいい、なるほどなるほど、うんうん、これはちょっとあのやっていきましょうよ、やりましょう。まあちょっと歴代の方がいいかもしれないですね。まあね、今見てるって言ったら、その解説鬼滅しか読んでないし、今そうね、うん、うん、じゃあスポーツ漫画、あ、いいですね、スポーツ漫画行く、はい、オッケー、いいよ、うん、誰から行きますか、はい、僕から行きましょうか。あ、野菜から。僕もスラムダンクです、ね、まあね、まあね、はい、そうなんだけどね、はい、うん、打ち切りで、そうなんだけどねって何。いや、もう僕ももうほぼほぼそうなんですけど、でも僕は違うのを一応出そうとしてました、うん、おお、
スラムダンクも本当に大好き。ほぼほぼそうなんですけどねって、どういうこと？いやだからもう1位でもいいんですよ僕も。スラムダンクじゃあ1位やん。いやでもね何言ってんの。いやでもまあだから僕、うん、僕言っていいですか。じゃあ、はい、いいですよ。僕明日のジョー。だからちょっとスポーツ漫画とするか、うん、どうなのかってとこもあるかも、うんうん、もしれないですけど、明日のジョー、うんうん、まあ一応ボクシングってスポーツだったので、そうですね、はいはい、一番だから僕読み返してるのが明日のジョーですね、スポーツ漫画で。面白い。いや俺もね途中では読んでてんけど、はい、ちょっとまあこれ言ったらあれやけどさ、はいはい、長ない。全然長ないですよ。いやいや明日のジョーやろ。全20巻ですよ。あ俺間違えた。え何と思ってた。初めの一歩初めの一歩はなんかまだ続いてますから、あれ100巻超えてますから。そうです、ね、間違えた、はい、明日のジョーってあれやんか。ジョーですよ。ジョー立つんだ。ジョーそう、はい、それです。ジョー立つんだ。ジョーいや近藤さんなんですよ。セコンド近藤さんなんですよ。カズキングカズ岡ちゃんなんですよそれ。岡ちゃんなんですよそれ。間違えた。カズ三浦カズや。そうですよ。うわ今のミスった。カズ三浦カズ。あー明日のジョーか。面白い。明日のジョー確かに。俺ちゃんと読んでないんじゃん。いや読んでほしいな。え全何巻。全20巻。いやちょっと読みたい。いや読んでほしい。でもこっち知ってんの俺。いやもう全然大丈夫。え大丈夫な、はい、全然大丈夫です。あーオチもあれ捉え方みたいなとこありますから。そうですね。あーそれどう。あーその捉え方問題。これね捉え方問題の話なんですけど、はいはいはい、俺あんま好きじゃない。まあまあわかる、うん、すっきりせえへんやん。すっきりしない。だうん、すっきりしない。すっきりしないよね、うん、だけど明日のジョーに関してはあれ以外のエンディング僕ないと思ってます、うん、どういうこと、どういうこと。要はもういろんな流れがあって、うん、まあこれ言ってもいいですよね昔のあれ。いやいいと思いますよこれ。はいいですね、うん、まあだから真っ白のに燃え尽きたっていうラストね。で、はい、明日のジョーは死んだのか死んでないのかっていう、うん、ここら辺がモヤモヤするところではあるんですけれども、うん、俺だからそのイメージがね、はい、リングの四隅の端っこ で、はいはい、ジョーさんが、はい、椅子座って、はいはいはい、真っ白になって、そうですそうです、それですそれです。で僕は亡くなったっていう認識なんですけど、だからそういう人もいる。亡くなったあれはっていう人もいるけど、うん、いやジョーは死んでないっていう人もいる。あだけどあれってテーマが途中で出てきて、まあ多分読んでないからあれなんですけど、うん、もういつかああやってリングの上で真っ白に燃え尽きる、うん、それが俺のあの一番理想の形なんだみたいなのがね途中出てきたりするんですよ。へだから一番最後のあの試合で真っ白になって終わりっていうのはあれもめちゃくちゃ綺麗だなっていう。なるほどね。うん、すっきりはしないけどあれは僕もう気持ちいい終わり方だったなと思えるんで。なるほど、うん、でも俺それで言うと、うん、スラムダンクもそうなのよ。俺大好きなんだけど、はい、その面白いラストね。ラストがフェフェフェって終わったやん。そうですね。三能戦終わってからフェフェって終わった、はいはい、なんかフェフェフェってなんかダイジェストみたいな感じで。そうですそうです、はい。あれはどうなんですか、まあ、スラムダンク好きからすると。ラストシーンは、ね、俺ラストってやっぱ大事だと思う、ね、大事っすね。まあでも、うん、あれはやっぱもう最後ほとんどセリフなくて、三能戦も、うんね、ほんと涙出るよね、うん、もうだからあそこはもうスポーツ漫画界の超あもうあれがもう最高傑作なんで、あの部分が、うん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 、だからもうあれ以上はもう書けないっすわ、うん、なくていいっす。なくていいの、はい、であの終わりでよかったんだ。小田栄一郎先生も言ってました、スラムダンクの長さが漫画の理想形だっておっしゃってたんで。あ、小田さんが、はい、へえ。でもな、まあ、性格やろな、うん、俺はやっぱり見たいよね、スピンオフでもやから。あまあ確かに ね、 なるほどね。ちょっと出ましたけどね、あれから10日後っていう。出 た、ね、はい、出たんや、はい、だけどもう本当にそれは4コマ漫画レベルのね、はい、あれ短いね。井上先生が廃校の黒板に4コマで各々の人生を。やだ、え、そんなんやだ俺。ちゃんと読みたいってことですよね、うん、4コマなんかにしてほしくない。あまあね、でもあれ良かったよな、あれから。いやあれは良かったです。まあ確かに、ね、じゃあ逆に、うん、これ終わり方最高やったなっていう漫画あります？それはあれですか、はい、もう僕のスポーツ部門1位は聞かないってことですか？確かにね、ごめんなさい、変わってきちゃいますもんねごめんなさい、そうでした。それがそうかもしれないですからねもうトンボのデリのなさがデリのなさ出ちゃいましたね、うん、もう話自分の話で盛り上がっちゃって。それでも面白いから、うん、後で話そう、はい、俺1位は、はい、ワタルガピョンっていう。ワタルガピョン漫画あるんですけど、はい、あの野球漫画です、はいはいはい、沖縄の高校の、はい、え中学かな高校かな、はい、確かその野球漫画で、名前しか知らないですわ。渡るがピュンって言って、はい、まあちょっとギャグも入ってたりするんだけど、はいはいはい、なんかめちゃくちゃ俺
記憶に残ってんだよね。ハブボールって言って、はい、まあ、沖縄やから、はいはい、必殺技系ですか、そういう、うん、ちょっとまあちょっとしたね、はい、そのあれ球から火入れたりせんで、ハブボールは単純に握力でグーって爪でこう握力かけて、なるほど、ね、ハブボールってハブって噛むやん、はいはいはい、そういう意味やねんけど、はい、それでバーって投げたら下からすげえホップするみたいな、っていうのがあって、それなんか小学校の時に、うん、多分兄貴がお兄が持ってたんやね、はい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 、それを読んでてめちゃくちゃハマったけど、見てみたい、どっちかや、だから俺キャプテン翼か、あーキャプテン翼もね、俺キャプテン翼って言ったらさ、うん、もう俺ここで話したと思うけど、お金がね、うん、全然裕福な方ではなかったから、はい、お小遣いとかもなかったん、うん、でも同級生のみんなはなんかキャプテン翼の単行本を買えるのよ、うん、ね、で俺は買えないのよ、うん、で新刊単行本ね、うん、新刊が出るたびに、出るタイミングのたびに俺本屋さん行って、うん、その前でキャプテン翼の新刊まで前まで行って、うん、泣いて、切ない、家帰るっていうのを毎回やっててん、切ね、買ってあげたい、すっげー覚えてんの、その立ち読みとかしないんですか、立ち読みできんかってん、確かなんか新刊はね、ちょっとビニールに包まれてたりしますもんね、なんかしてたのか、立ち読みはなんかなんせできなくて、いや切ね、だから俺本屋さんの匂いって若干トラウマやな、なるほど、ちょっとそういう気持ちになるんだ、思い出すね俺あの時の、あの気持ちを、そうそうそう、あの本屋さんの香りって多分いろんな人いろんな思いがあると思う、うん、はいはいはい、なんかトイレしたくなる説があったり、ありますね、そうするんやけど、はい、俺はとにかくあの匂いはあの涙の時間を思い出してしまう、それは切ない話だな、だからついつい大人買いしたくなんねん、ああなるほどね、そうそうそう、あれなんやろな、不思議やな、いやーそうか、なるほど、って感じかな俺アニメは、はい、ほてさっきの何やったっけ、終わり方が一番気持ちよかったなっていう漫画、一番は難しい、まあまあそうですね、まあ気持ちよかったっていう、まあ終わり方なんですかね、うん、結構むずいよねこれ、むずい、うん、そうね、だからやっぱりテンポも俺は大事にしたいのよね、うん、あんまりこう長くこうさっきの鬼滅の話じゃないけど、うん、こうテンポいいのが好きで、うん、余計なところを伸ばさない漫画が好きなのよ、うん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 、だから俺これ全部もん中でもだいぶ上位なんやけど、はい、デスノート大好きで、あーデスノート、うん、めちゃくちゃ面白いと思ってて、面白い、デスノートの終わりも良かったんじゃない、あ確かにね、もうすっきりするやん、うん、すっきりする、 すっきりする、ね、最後もそうですね、うん、ねっていう、うん、まあ、はいはい、これは言わん方がいいかな、うん、まあでもいいと思いますけどね、もうだいぶ前の、まあ、だから要は簡単に言うと悪いやつが捕まったっていうことやん、うん、そうですね、ちゃんと分かりやすいやん、うん、分かりやすい分かりやすい、あのデスノートは俺は無駄なかったと思うね、うん、まあ第一章で終わっといた方がいいっていう人もおるけど、あのそうですね、 L のね、 L で終わったらいいと思うけど、おるけど俺は第二章も好きだったから、うん、とかはもうああ終わったっていう感じで俺は読み終えるから好きかな、うん、はっきりしてるのがやわ、うん、確かに確かに、なんだろう、どうですか、はっきりした安武ある、いやー、なんか終わりが気持ちいい漫画、うん、シリーズ、うん、なんかかな、じゃあ、うん、もうなんか2人ともなさそうだからすみません、うまいこと話変えますね、はい、うん、ここで終わっといた方が良かったんじゃないか漫画、なるほどなるほど、あなるほど、うん、だ例えばドラゴンボールなんか、まあ、ドラゴンボールはね永遠のテーマでしょ、永遠のテーマ、うん、で確か本作で、はい、どっかの天下一武道会、マジュニアかな、はいはいはい、終わりの天下一武道会最後終わった後に、はい、亀仙人が出てきて、はい、あの本当はここで終わりだったんだよみたいな、はいはいはい、もうちっと続くよっていうのがあ、ありましたね、ありましたね、まああれいろんな説を生んでんねんけど、はいはいはい、どこがベストやったと思う、ドラゴンボール、うん、俺はねでもそれで言うと魔人ブー編もあってよかった派なんですよ、うん、あ、そう、そうなんですよ、うんうんうん、やっぱり、うん、その最終対決で、うん、ベジータが悟空に、うん、お前がナンバーワンだカカロットっていうやっぱあのセリフが出た魔人ブー編は、うん、俺はやっぱ好きなんですよね、なるほどね、はい、ちょっとだからギャグみたいな風にも なったんですよ途中、はいはいはい、シリアスな感じから、うん、人造人間編が割とシリアスだったから、うんうん、だから魔人ブー編まであってよかった派ですね、僕、なるほど、うん、これ自由ですかね、うん、じゃあ安武は、僕はフリーザーっすかね、まあね、ナメック星でスーパーサイヤ人、はい、うん、僕一緒です、一緒、僕はもうあっこで終わってほしかった、なるほど、うん、その理由としては、はい、もうこれ人それぞれだから別に言っていいやろ、そうですね、うん、俺ねタイムマシンはダメだと思うんだよ、あーまあそっからその話になりますからね、もう未来からとか、うん、なってくると、うん、
もうやりたい放題でしょ。まあまあそうですね。まあそうですね、うん、あれで俺は子供の時に冷めてん。あ、冷めたんですね。冷めた冷めた。あ、一応読んだで、うんうん、一応全部は読んだけど、うん、その時になんかってなるほど。でトランクスが来て、うん、フリーザーがこうちょっとボロボロになったフリーザーがこう、はい、なんていうのあれ、サイボーグ化したフリーザー来て、宇宙船で、はいはいはい、うん、お父さんと、うん、でその未来から来たトランスがスパン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 ってやって、はいはいはい、そうですね、あんだけね強かったな、あんだけ強い。俺そこでワクワクはなかったんな。そうか、確かにね。だから一緒。どう？そうですね、一緒です、一緒です、はい、なし、うん、そこから先もなんかやっぱ超えては来てないなっていう、うん、ところはありましたね、まあ、いやでも友達違うな、セルとか。いや、セル大好きですね。要はセルゲームとかのあの辺も好きですし、うんうんうん、精神の得意の部屋で、うん、ベジータ、トランクスチーム、そして悟空、うん、ご飯チームがそれぞれ入る、うん、あのくだりも僕大好きなんで、うん、あ、だからそういう人それぞれやな、好きは好きっすね。ごめん、じゃあこれ時間も何ばっても足りんから、はい、ドラゴンボールって好きだ。じゃあそもそも俺はもう大ファンです、はい、大好き、大もうめちゃくちゃ好き、全巻持ってます、うん、俺も全巻持ってる、はい、どこで一番、これ一番って言っちゃうけど、はい、ワクワクドキドキした。あ、まあそれは、俺一個めっちゃあんねん、ドキーンってした。なるほど。ワクーンってした、うん、俺は、うん、あれかもしれないです、うん、サイヤ人来襲のとこかもしれないです。いや、その場面教えてほしい。ね、いっぱい来襲してラディッツ。そうですね、まあラディッツですわ。最初にあの、うん、丸い球体が地球にズトーンって来たところが、うんうん、キャーっていう、ワクーンワクーンってしましたね、あれは。要は今までと全然違うタイプの敵が宇宙からやってくるっていう、あそこはやっぱワクワクしたかもしれないですね。わかりました。それで言ったら僕は、はい、悟空が大きくなってたとこすわ。ちょ、安武？え？一緒やねん。うわぁ、今俺、ワクーンってした俺。あーそこね。あそこはね。神様の修行を終えた後の。怖っ、全く一緒。ほんと、あっこ、俺あっこでもう体全身ブルブルブルってなってたな。あれはなりましたね。あれですよね、天下一武道会の会場で。そう、あれは興奮したな。なんかブルマと会うんやったっけ。そう俺おめえ聖地人だか。それ俺ジャンプ落としてんから悟空がね、中身は何も変わってないのに、ね、そうでかなって、でかなってプラスどんだけ強なったんやろっていう。なるほどなるほど、あれ神様のところで修行してたな。そうですそうですそうです。ワク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 やんか。ああ一緒やな。いやあれはそうっすね。ほんでその後、はい、その天下一武道会でクリリンがあの武空術使った瞬間も、うん、そう、あ確かに、あれもちょっとびっくりしたな。空中で止まるんですよね、やられて。そうああちょっとこれ今のびっくりしたわ。あれはでもいいですよね。あっこええよな。あっこええ。ドラゴンボールでもおもろいわ、はい、本当に。めちゃくちゃ読みやすいですからね、あれ絵が。やっぱり結局鳥山明先生みたいなとこありますからね。まあすごい、はい、うん、せやな、すごい。じゃあちょっと、はい、ほんまにもう時間も結構経ってもうたから、はい、ちょっと他の漫画の話もしたかってんけど、はい、まあ、また、はい、ちょっと漫画の話はまたしましょう。そうっすね、うん、エンドレスや多分これ。エンドレスですね、はい、これ多分皆様もコメント欄に私はこれとかあるんじゃないですか。めちゃくちゃ確かにこの漫画が好きだ、ドラゴンボールはここだとか。いやだからこのコメント欄にはドラゴンボールのとかいただいても楽しいかもね。確かに、はい、確かに確かに。皆さんはどこどこでワクワクしたのかとかさ、うん、もういっぱいあると思うから。いっぱいあるよ、はい、あのフリーザがね、はい、戦闘力有シーンとかも。あ、そうですね、63万やったっけ、うん、53万です。53万です、はい、10万多いっすわ。10万多かったけど、はい、53万とか。俺もあとクリリンが一発目やられた時、あの、はい、ピッコロの手下に、はいはいはい、あの時もめちゃくちゃドキドキしたな。クリリンが死んじゃうやつですね。クリリンが死んじゃうところもドキドキしたし、2回目クリリン爆発させられた時もドキドキした。悟空ですね、うん、そう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 、まあ、いっぱいあるわな。いっぱいある、いっぱいある。その辺はちょっと皆さんにまたコメント欄いただきましょう、はい、というわけでじゃあ歌に行く前に、はい、一旦広告です。さあ、はい、ゆとり間に今日もおしまいなんですけども、はい、来ましたね。来ましたね。ちなみに今のところ2連続で僕が、はい、そうなんですよ、歌ってて名曲がね、はい、先週は誕生しましたから。いやもう覚えてないです。ゴー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 リラちゃん。やめてください。あれは良かったよね。いい歌でしたね。魂の叫び。じゃあ行きますか、はい、今日も、うん、誰になるか。今ここにサイコロありますんでね、はい、では
振りますね、はい、まずは歌い手、はい、歌い手決めます。こちらです、どうぞ。はい、ヤスタケ、ヤスタケ出ましたね。ヤスタケが出ましたね、もう、はい、ではタイトルいきます、はい、タイトルこちら、あー、なるほど、トンボ、私が、はい、はい、タイトル振りをさせていただきます。ではトンボさん、はい、いや今日も本当楽しかったです。楽しかった楽しかったね、はい、あっちゅう間やね、楽しい時間あっちゅう間です、うん、じゃあ最後はね、うん、曲で締めたいと思います、はい、それでは聴いていただきます。ヤスタケさんで渚のセカンドバッグお願いします。砂浜にあなたといたあの夏を忘れないあなたは背が高くて日焼けをしてサングラスが似合ってる、いい歌だな、かっこいいスポーツカーで私おさらいに来てみんなに自慢したい、そして海にいたわ、だけど一つだけ気になるの、なぜおしゃれなあなたが小脇に抱えてる、だけど一つだけ気になるの、あなたの使ってるのは野球選手が持ってるようなセカンドバーありがとうございます。お前はやっぱすごいボキャブラリーが、もうすごいわ。豊富。好きっすわこれ。いやお前すごいわ。はい、ただメロディーがね、うん、まあ僕だけかもしれないですけど、はい、完全にディーン。ディーンさんにしか聞こえなかったんですよ、なんか。やっぱり渚とか言われると。ディーンさん出てきちゃいますよね。マジでこれ俺もう一回すぐ聞きたいねんけど、はい、聞かれへんねんけど、皆さんちょっと。戻ってサビ聴いてほしいねんけど、はい、もう完全にディーン一人じゃないみたいな確かに確かに、ドラゴンボールの話もしたし、渚が出てきたからやっぱディーンさん出てきちゃう、めちゃくちゃ90年代だったのよ。そうですね、じゃあ僕に来るタイトル、うん、ハイビスカスとかなんか渚とかタイトルが古いんですよ。しかもセカンドバックだったし、はい、危ないわ。俺やったら多分渚っていう女の主人公の話してた、はい、ああなるほどね、それもいいです。捉え方って面白いな。面白い面白い。あのタイミングで渚って言われても、渚って何やったっけって。あーなるほど。ああそれはそれで聞きたかったな、うん、私はーから始まる俺多分ちょっと僕もう好きすぎて、うん、一回歌の回だけやりたいですもん。何言ってんの。30分間あいつかそんなあってもいいかも、ね、ミュージックフェアみたいな、ミュージックフェアやりましょう。おもろいな、即興ミュージックフェア。ずっとサイコロを転がしてさ、はい、それやろうか今度。やりますね、いつかやりましょう、いつか、はい、だから前編多分おしゃべりを聞きたいっていう人もさ、うん、コメント欄にたくさん来てるから、はいね、前編歌じゃなくて、はい、半分トーク、あーなるほど、半分歌っていうのを一回、あやめよう、飽きられるわ。確かに確かに、そうだそうだった、そんなクオリティ高いもん出てなかったそうな、危ない、もっと後にしよう。そうっすね、で2曲だけとかは、はい、ああなるほどね、良きようにやっていきたいなと思います、はい、いや面白かった、いや面白かったですね、はい、いや最高でした、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。あそうだ、これだけ、はい、ちょっとね今まだちょっとまあ不定期になっちゃってるんですけど、まあ日曜日やったりとか月曜日やったりとか、うん、このラジオなんですけど、ちょっと月曜日に基本ベース固定したいなっていうのが動いてて、うん、はい、そんな感じでまだ決定ではないんですけども、はい、基本ベース月曜日、うん、21時、うん、これはちょっと守っていきたいかなと思っておりますんで、はい、よろしくお願いいたします、うん、お願いします。それではお相手はキングコングのあれそうだったのいやいやそうだったんですか。大丈夫、ホニャラジオやってるんじゃないんですか光栄ですね。光栄でしたけど、はい、今ね、はい、怖いね。怖いよ今ね。キングコンぐらいで、はい、俺何言ってんだろうで焦りすぎて、はい、キングコングので止まった何これ怖っすごいな。ラジオやってる時のコンビ時代にタイムスリップしたなんかそうですよ、ね、何やねキングコングのって
でラジオ時代も別に言ってない言ってないかキングコングのなんて言ってないんすね。あー面白い。あー怖いな。お相手はトンボと安武でした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。